トランプ米政権がシリアをミサイル攻撃したのを受け、北朝鮮は自国への先制攻撃の可能性も排除できないとみて警戒を強めていると見られる。一方、核を手放せば攻撃のハードルが下がると判断し、核、ミサイル開発への執着をさらに強めそうだ。北朝鮮は、リビアのカダフ政権が崩壊したのは核開発を断念したためだとし、核放棄に応じない姿勢を強調してきた。朝鮮労働党機関紙、労働新聞は3月中旬、軍事力強化の道を放棄したリビアにもたらされたのは弱小国の悲哀と内戦だけだった、と指摘、核強化の必要性を訴えた。北朝鮮への軍事力行使も排除しないとしているトランプ政権がシリア攻撃に踏み切ったことに、相当な衝撃を受けている、北京の外交筋、とされ、米国を刺激することに、慎重にならざるを得ないと見られる。共同。もしかしたらなんですが、核を放棄してもしなくてもダメなんじゃないですかね。もしかしなくても、そうですね。核開発止める、実はやってましたて、過去があるし、北朝鮮が日本に核を撃ってきたらどうするつもり、つまり、やられる前にやれと言いたいのか。南朝鮮と内戦してろよ。あってもなかっても一緒だと、これからわかるよ。これが第三次世界大戦の始まりだとはまだ人類は気づいていなかった。いろいろ緊迫してきましたね。世界中に火種が飛び火しそう。いっそのこと、半島の人もどき殲滅くらいしてくれれば、後の処理は楽なのにな。北が南進してソウルが火の海になったところで、人民解放軍が突如国境を越えて半島を制圧。すかさずロシアとアメリカの ICBM で半島ごと抹消を希望します。チャンネル登録お願いします。ご意見もあればコメントお願いします。グッドクリックしてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。